今、ゴングが鳴りました。はい、鳴りました。藤田和之対ザミックです。ゴリラじゃ、ゴリラみたいですよ。動物園のゴリラみたいですよ、ね。ゴリゴリですけどね。動き遅っ。動きリズム最後の継承者です。そうですね。はい。はい。この緊張感、じりじりした緊張感いいじゃないですか。そうですね。このゲームだからこそね、出せるね。そうですね。ゲームって言っちゃった。そうですね。そうですね。WWE だとちょっと、そうですね。スピードが速いんで。うん、あためがある感じですね。いいですね。ただの水車落としですからね。ね、大技感がありますよ。いきなりパンチして。すごい声から。すごい声。変なサッカーボールキック。そうそう、ミックってこんな声だったんですね。そうですね。ミスタージョーと同じ声です。藤田がちょっとあれですね、透かしたというか。そうですね。ちょっと間を取ってますね。なるほど。ちょっとね、ちょっと早い気がしますけどね。藤田ってこういうね、とこあるんですよ。はい。いやらしい戦い方するんですね。なるほど。はい。いきなりブレンバスターです。いいですね。はい。ミック飛ばしてますね。そうですね。あまりね、序盤から打たないですもんね。はい、そうですね。サイドバスター。ああ、これもやった。まあ相手が藤田ですから。そうですよ。藤田といえばもうね、あの、リアルビーストですよ。すごいですね、これ。本当、あ、あ、フロントにこれ暴れてますね。パンチ暴れてる。パンチ出しそう、試みた。相当打ってますよ。相当。何発打つんだ？疲れちゃった。おっさんですからね。そうですね。疲れるまで打ちましたね。なるほど。はい。もう動きすんごい遅いですからね。壊れてんじゃねえの、これ。いやいやいや。これいいんです、いいんです。なるほど。まあ、だから、それぐらい、こうね、ぐっと締められてたから、必死にね、まあ、そうですね。いけたってことですね。なかなかスタミナ使いますよ。はい。果たして、お、いい。いいですね。いいですね。強烈ですね。ふらついた。来ましたね、これね。水を入ったか？はい。ここで、ブレンバスターか？いや。対空時間長い。ジャックハマーです。大技です。大技ですよ、これは。なんなら得意技です。はい。何をする？なかなかね、2分とは思えないぐらい、そうですね。大技がね。お、お、ヘッドバット。変な声でヘッドバット。そして、お、ノーザンライトボン。おー、やり返した。はい。いい技ですよ、これは。効きます。そうですね。大技結構出てますね。出てますね。背後取って、バックドロップ。あ、えぐい。いい。決まったね、これね。四天王時代のね。はい。なんか空振りしましたけどね、ヘッドバット。する？あそこで。ごめんなさい。操作ミスちゃった。なるほど。必殺技出ましたよ。必殺技。ちょっとロープ近いですね。ちょっと近いですね。ちょっと近い。藤田ね、全然見てないですからね、ロープ。なんでね。まあ、一応ニアロープだったから外したってことですかね。こっからですよ。ミックなんか狙ってます。狙ってますね。技狙ってますよ。おっと、これはショルダーする。こっから来るのは早くも、お、超えた。早くもスピア出るか来ますね。来ますね。もう必勝パターン、早くも入りました、ね。早くも入ってますね。ちょっとね、嫌な予感しかしないですよ。この間がね。ロープや走って、わーっと、藤田が、スパインバスター。そして、うやっとなんか。そして、肩固め。わこれね、これね、あの動画を見て、ね、完全に完コピしましたね。なるほど。この試合があったんですね。そうですね、藤田の動きを。もうでもね、いいですよ。そうです。肩固め強烈、得意技ですからね。ですよね、これね、結構。あれは危ないやつ。俺は、やばいやつですよ。これは痛いですよ。食らったらやばいやつですよ。バンダレもよくやってました、桜場に。そうそうそう。ね、プライドとかでもね、決まっちゃうやつですよ。そうです。あ、肌やるか。ミックが仮面になった。あー、これは。そう、ね、この対戦になるとね、なかなかもう難しいです。後頭部は危険ですからね。ミックピクリとも動けないですね。藤田煽ってる。立ってこいと。はい。おひどい。街の喧嘩だ、街の喧嘩。リアルサッカーボールキック。やめろ、やめろ。ミックピクリとかもしれないですね。どうしたんでしょうね。そうですね。え？藤田がフォールして。まさか？カウント3。なんてこったい。これはもうトラウマ級のね、ミックにして。そうですね、ちょっとね。完敗ですね。総合の洗礼を浴びたというかね。そうですね。こんな、中途半端なレスラーが。最近期待しましょう。